はい、どうもクマです。ドラゴンクエストけしけしやっていこうと思います。皆さん、コアトルの周回はどうでしょう？進んでおりますでしょうか？僕はですね、2体目がね、全然落ちてくれなくって、まあ、いかにこうスピーディーに周回するかっていうのをメンバーをちょっとこうパーティーをね悩んでるところではあるんですけど、そんなパーティーをちょっとね紹介していきたいと思います。皆さんのおすすめのパーティーあればぜひ教えてください。ですね、こんな感じです。はい、赤属性で揃えていって、回復なしですね。回復なしです。はい、で、左上のね、あの端っこのモンスターとかは縦長の、このね勇者イレブンの縦長のスキル、あとは神を持ってる方はすごい重宝すると思います。結構ね、広範囲というか横長の特殊な範囲なんで、通常の連続2回攻撃よりも結構いいなっていう、ね、印象はあります。で、やっぱり広範囲で賢者女ということで、バギクロスですね。はい、レベルはまだ41ですけどね。はい、こんな感じで HP1000 超えで、もう本当に回復なしでっていうことが多いです。でただ回復入れるとこんな感じでやってます。こんな感じですね。はい、青属性で、まあ、下のあの4体のモンスターなんかはこのグレートドラゴンとか下ブレスなんかはね、ここがすぐに決まってくれるとすごい楽に倒せるなっていう印象です。まあ、あとは連続攻撃ですよね。アラグネさん、メタルハンターは、まあ、青属性でいけば定番になってくるのかな。うん、で1体だけね、このオレンジ勇者スライム入れてます。これやっぱり縦で、縦長の範囲で大ダメージを与えるっていうのが、あの左上のねモンスターなり右端に出てくれれば、コアトルからその下のねリザードマンからダメージ与えてくれるんで、結構勇者スライムおすすめです。はい、なので、まあ横長、まあテリーなんかはね横長なんで、あれもすごい下の4体のモンスターとかもすごい倒しやすいと思いますしね。なので、まあ緑でいけば前のイベントのロトの勇者とかは、同じように横長のダメージなんでいいなと思いますけどね。ただまあちょっと、耐性というかね、弱点の属性じゃないのでダメージは出にくいかもしれないですね。これまあ青か、青属性か赤か、まあ、あとは紫かオレンジかっていう属性がいいかなと。なので広範囲でいけばアークデーモンだし、あとは激しい方の上方向のブレスなんかも左上のモンスター倒してくれるんでいいかもしれないですね。うん、まあ、あとはそうですね、コアトル持ってる人、まあ順調にドロップしてる人なんかはイオラだし範囲も広いので、コアトル入れても周回はいいかなっていう気はしますね。うん、ドラゴンキッズ、はい、上方向のブレスと、いかにあの下の4体と左上をスムーズに倒すかっていうので周回変わってくるようなね印象はありますね。うん、縦長おすすめですっていうんですね。ちょっとこれでやってみましょう。はい、連続攻撃がね決まってくれれば必殺技とかスキルをね出しやすいんで、このね、ただねスキルがすぐに出てくれないともう長丁場になっちゃうんで、そこがあれですよね。うん、いかにこの4つを、もしくはスキルを決めれるようになるかっていうの、あとこの樽ね、樽が地味に邪魔だったりするので、早く消しちゃいたいっていうのねありますけどね。そうそうそう、こんな感じでブレスがちょっとずれちゃったけど、ブレスが
レベルも低いんでね、そこまでちょっと僕も出すレベル上げながらっていう感じなんで、こんな感じでね、はい、で勇者縦長に、今ちょっと遠すぎてダメージ出ませんでしたけど、メタルハンター、これが回復しつつっていう感じですよね。これでも左上も倒してくれましたね。こうやって、まあ、こんな感じで僕はね周回してますね。お、これいいんじゃないですか。これどうだろう。どう、いい感じじゃない。うまくスキル入ってくれてますよ。お、ここで勇者打ちたいけどっていう感じですね。コアトルはもちろん落ちませんでした。はい、まあポイントもそうですけど、経験値とゴールドが本当にうまうまなんで、まあ周回する場所といったらここなのかなっていう気はしますけどね。うん、まあスラニンまだマックスじゃないよっていう方はそっち優先してもいいかもしれないですけども、はい、っていう感じで僕は周回しております。よかったら参考にしてください。それじゃまた。